の倉庫だ。シーフとおっさん無事かな。メカにつけるものだな。もーらい。是。ジャジャウマ娘め、大暴れしやがって。
全く口を割ろうとしませんね。医療用テントで手当てをしましょう。あ、でもあの娘大丈夫ですかね。見張っていた方がいいかも。大丈夫だろう。部屋の鍵は閉めてきたし、簡単に抜け出せるものか。それもそうですね。ところで戦車の調子はどうなんだ。だいぶガタが来てただろう。遠からず使えなくなりそうです。整備士を呼んでこないと。基地の中で暴れるのはやめておいた方がいいよな。ほっ。これが戦車。どうやって動かすんだ？王子、待たせたな。こいつが例の戦車か。すごいな。大きな斑石が4つもある。だが整備中だ。これじゃ動かせん。どうすんだよ。魔物。あ、本当にいたんだって。そんな場合じゃなかった。ねえ、その戦車を動かしたいの？だったらなんだよ。私をここから出してくれたら動くようにしてあげる。申し出はありがたいが、何者だ君は。そんなの後でいいでしょ。さっきの兵士たちが戻ってくるよ。他に方法はないか。王子、ここは力を借りよう。戦車なしで基地から脱出するのは難しい。よし。私はアン。こう見えて腕利きのメカニックよ。あ、こやつタルボ町で国王軍に追われていた小娘ではないか。ああ、トランスミッションを取り替えるところだったんだね。交換部品がないみたいだから、古いのをつなぎ直すしかないかな。どれ、私も手伝おう。いいよ、これくらいならすぐだから。それより、あなたたちこそ何者？私はラオ、この二人はベルゼブブとシーフだ。私、魔物を見るの初めてなんだけど。人と魔物が一緒にいるのって、結構普通のことなの？異例中の異例じゃ。本来なら人間などと。おじいちゃん、ちょっとどいてくれる？誰がおじいちゃんじゃ。で、おっさん、戦車を直すのはいいけど、どうやって脱出するつもりだ？正門で起こした騒ぎを利用して出撃命令が出たとでっち上げる。王子とシーフは戦車の中に隠れておいてくれ。できた。これで動くようになったはず。
手際がいいな。腕利きを自称するだけはある。私も戦車の中に隠れてればいい？まさか私だけ置いてくつもりじゃないでしょ。いや、しかし早くしないと兵士が戻ってきちゃうぜ。やむをえん、乗ってくれ。ちょっと待って。そんなのいいから早くしろよ。ダメ、荷物の中に大切なものが入ってるの。最初からわしらを出し抜いて戦車を奪うつもり。早く乗れ。お前なんで、撃たれても俺は平気だったのに。こうなっては仕方がない。正面突破で逃げ切るぞ。おっさん、俺に運転させてくれよ。わかった、まずは目の前の扉を吹き飛ばせ。おい、よし、うまいぞ。楽勝だぜ。油断するな、このまま右の正門から逃げるぞ。兵士が集まってくる。ぼんやりしてるとやられちゃうよ。正門だな、任せとけ。検問所からの増援か。王子、相手にしていてはキリがない。右手に橋が見える、あっちへ進め。橋だな、わかった。せず突っ切れ。兵士が来ないところまで逃げるんだ。右に敵がいるぜ。相手にするな、左へ進もう。気を抜くなよ。戦うなんて聞いてねえぞ。落ち着け、王子ならできる。弾を当てて倒すんだ。包囲して攻撃しろ。戦車を援護するぞ。そんな戦車が。ダメージ率 50% オーバー。戦車のダメージが突破させるな。一人殺すことなく無力化するとは。人間に絶滅されたらつまんないからな。これでしばらく時間が稼げるだろう。
先を急ぐとするか。いや、ちょっと待て。あれは王子、あそこに近づいてみよう。使えそうなものなら拾っていくぞ。これって戦車のパーツか？戦車の手法みたい。乾燥すれば今より強力にできるかも。本当か？なあ、取り付けようぜ。そうだな。この先の旧道にキャンプ地があったはずだ。そこで取り付けよう。ふう、なんとかキャンプにたどり着けたな。ここならしばらくは国王軍に見つかるまい。ねえ、だったらさっきの手法を戦車に取り付けようよ。そうだった。よし、早速やろうぜ。うん、これでオッケー。無事に取り付けられたよ。やった、お前なかなかやるな。うん、大した腕だ。これで砲撃が強化されたな。ただ、さっきの戦闘でトランスミッションが限界に近いわ。足回りにもガタが来ているようだな。このままではすぐに走れなくなる。へえ、詳しいね。まあな、戦時中はいろいろやったが、戦車は好きだった。きついけどな。ふーん、頼もしいんだ。おいおい、せっかく手に入れたのに使えなくなるのかよ。応急処置はできるけど、いつまで持つか。なんとかできないのかよ、腕利きなんだろ。設備とパーツがあればできなくはないけど。そうだ、私スピノ町に行かなくちゃならないんだけど、あんたたちも一緒に行かない？スピノ町に行けばガレージがあるから修理もできると思う。スピノ町？どこだそれ。私も詳しくは。南の山に囲まれた場所らしいんだけど。なぜ場所も知らん町にガレージがあることを知っておるんじゃ。昔スピノ町に住んでた人から聞いたことがあるのよ。分かりづらい場所ではあるが、ここからならさほどの距離はない。知ってるのか、おっさん。ああ、何度か行ったことがある。今どうなっているかは噂程度にしか知らんがな。ほう、まあいいんじゃねえの。戦車を直さなきゃ幻の泉探しもできねえしな。よかった、バイクもなくなって一人。そうと決まればすぐにでも応急処置をしちゃうから、あんたたちは寝てていいわよ。ではお言葉に甘えさせてもらおう。Yeah.
Thank you.
サンドランドを全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。私も誰も知らない何かを発見できたら楽しいよね。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分車もわずかに速度が上がる。どんな状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも勝機を見出せる。俺はいつだって落ち着いてるぜ。なんたって悪魔の王子だからな。強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。空気中の水蒸気が少ないと太陽の熱を閉じ込めてくれないんだよね。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそ弱いんだから気をつけろよ。確かにより危ないのは人間の方か。十分気をつけよう。どんな状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも勝機を見出せる。俺はいつだって落ち着いてるぜ。なんたって悪魔の王子だからな。サンドランドには村や町がいくつもある。見かけたら訪れてみるといい。俺たち魔物がいるとビビっちまうんじゃないか。全ての人間がそうではあるまい。中には友好的なものもいるだろう。
ビビられた方が魔物的にはいいんだけどな。